中高数学が好きにわかる数略、これから授業を始めます。今日の問題はこちらです。見覚えがある場合はぜひ一度停止して考えてみてください。こんにちは。ここではですね、正規分布の応用について一緒に勉強していきます。僕らがテストでこういう問題に出会った時、どうすれば攻略できるか、その方法を一緒に確認していきます。で、今回の授業動画はですね、前回の授業動画とほとんど一緒です。文章題になっただけ、それだけなんですね。だから今回新たに学ぶことっていうのはほとんどというかもう全くないです。実際に今までの知識を具体的に応用していこうよっていうことです。だからもう一度これまでやってきたことをまとめると、確率変数 large x が正規分布 n の m シグマ2乗に従うとすると、こっちが期待値、こっちが分散やったんですね。その時に新たな確率変数 large z をシグマ分の large x 引く m ってすれば標準化できるんだよと。標準化できるっていうことは、この正規分布に従うことになるんだっていうことでしたね。そして標準化すればこの正規分布表を使って確率を求めることができたよねと。これ前回の授業動画でやったんですね。これと全く同じことをやるよと。それが文章題になっただけだよと。だからもう早速見ていきましょう。高校2年生女子の身長が平均158、これが M ですね。標準偏差 6cm、 これがシグマです。の正規分布に従うと見なせるとき、155cm 以上、165cm 以下の女子生徒はおよそ何パイルと考えられるかと。この文章題をこう今までやってきた風に変換するとどうなるかっていうと、高校2年生の女子の身長が正規分布に従うって言ってるんやから、この高校2年生の女子の身長を確率変数 large x とすれば、その large x っていうのは正規分布、この158と6の2乗に従うんですね。というのもここに入るのは平均、そしてここに入るのは標準偏差の2乗、だから158、6の2乗に従うと言えると。で、求めたい確率は、そんな確率変数 large x が155から165の間にある、そんな確率やって言われてるんですね。で、ここまで3行は理解できますでしょうか。そしてここまでできれば前回の授業動画とあとは全く一緒っていうことがわかると思います。結局この正規分布表を使うには、先ほども申し上げました通り、この標準正規分布の形にしないとダメなんで、この今回の正規分布158、6の2乗というのをこれに直さなダメなんですね。それをするのがこの標準化っていうやつやったんです。標準化っていう作業やったんですね。新たな確率変数 z をシグマ分の large x 引く m で置くと、ね、これを見たらもう一目瞭然 です。6分の large x 引く158としたら、この z っていうのは01に従うんだよと。これ n 抜けてますね、すいません、よいしょ。あとはもう前回の授業動画やった通りです。ここからどうするかというと、 large x イコールの形にするんでしたね。この z イコールを式変形して large x イコールの形にして、そしてそれをここに放り込むと、そしたら large z の範囲が出るじゃないかっていうふうにやったんですね。だからもうここにこれを放り込みますと、放り込んだと。そしてマイナス158したり6で割ったりして、で z の範囲が出るよと。つまりマイナス 0.5 から 1.1666 の範囲に入る確率なんで、こういうふうになりますと。で、この 1.16666666666 なんですが、これをどう処理するかっていうと、この 1.16666666666 っていうのはない。僕らが今回の問題で与えられているのは小数第2位までのデータなんですね。だからこれ四捨五入するしかないと。つまり 1.16666666 はもうほぼほぼこれは四捨五入して 1.17 とみなそうと。だからここからここの作業で四捨五入して2割イコールにして、マイナス 0.5 から 1.17 の範囲っていうふうに書き換えてます。じゃあ、あとはこの確率を求めるだけだから、もうこれはおなじみですね、前回前々回とやった通りです。マイナス 0.5 から0までこの範囲と、そして0から 1.17 の範囲を足し合わせたらいいよねということで、この確率になってます。こうか、よいしょ。あとは見るだけですね。 0.50 はここやと。そして 1.17 は 1.17 なんで、ここですかね、これになると。その2つの確率を足し合わせば 0.5705 になるから、まあ、ここでおよそ何パーセントいるかって言われてるんで、まあ、約 57%
場合によってはまあ約 57.1% でもいいですね、四捨五入してっていう感じですね。はい、ということでここでは正規分布の応用ということでね、文章題についてやりました。新たに学んだことはなかったですね。今までの知識をどう活用するかっていうその具体例です。あとは自分でもノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。